はい、こんにちは、上岡慎吾です。いつもありがとうございますというところで、タイトルにもある通り、85歳のですね、女性からですね、連絡先を聞かれましてですね、ナンパされましたということで、一体どんなことがあったのかということをね、ちょっと面白い偶然が重なったっていう話なんで、ちょっとね、お伝えしますね。で、今日ね、何しに行ったかっていうと、アマゾンで、座椅子とかっていると座椅子生活っていうサイトが出てきて、でそこで腰の神様がくれた座椅子っていうのがあって、なんかね、こう座椅子の腰の部分がポコってこう持ち上がることによって、この腰が楽になる椅子っていうのがあって、でそれに近いものがうちのね、2駅先ぐらいかなのところのホームセンターにどうやらあるってことが、昨日 LINE でチラシ、最新チラシをお届けしますみたいなのが出て、お、これもしかしてあれなんちゃうんとか思ったんで、今日ちょっと行ってきたんですよ。で、うちを出てテクテク歩いて行ったところ、なんかちょっとすいませんって声を僕にかけた方が、その85歳の、なんで85歳でわかるかと言ったら、後でもう一度会って、そのね、お姉様が85歳であることと、僕が55歳であることがわかるわけです。で、ちょっとね、面白い話で、僕は85歳のその女性に対して、おばさんだとか、おばあちゃんとかっていうのちょっと失礼だなと思うから、僕はその方に対して、お姉様っていう表現をするわけ。そう、でもね、そのね、85歳の方は僕に対してね、おじさんっていうわけ。85歳の女性に対して僕はお姉さん、そして、55歳の僕に対して85歳の方がおじさんと、呼ぶ。その心はってわけではないんですけど、なんか面白いなっていうところがあって、で、まあちょっとすいませんっていうので、一体って思ったら、まあちょっとその近くのリサイクルホニャララっていうところがちょっとあるんですけれども、そこへのちょっと行き方、教えてもらえないかと、この辺をなんかちょっと分かんなくて、ぐるぐる回っちゃってんだということを、言われたのね。ちょうどこの道、まっすぐずっと行くと、掲示板じゃないや、なんか看板みたいなのが出てきて、こっちがリサイクルホニャララの場所ですよっていうのが出てくるんで、左右どっちかに必ず出てくるから、それを注意深くこのまままっすぐ行って見てきてくださいという話をし、そしたらなんかね、いくつか今日なんでそこに行こうとしてるかだとかっていうことだとか、お友達のことだとかっていうことをなんかちょっとね、軽くね、僕にお話いただくんで、ああそういうことだったんですねっていうことで、で、気をつけていらっしゃってくださいねっていうことで、いらっしゃってくださいねって言ったか、気をつけて行ってきてくださいねか、いらっしゃって、っていうことを言って、そこではお別れしたわけです。だいたいその時間が、多分ね、昼過ぎの2時前後ぐらいじゃないかな、っていう感じで、まあ僕はまあちょっとね、さっき言った腰上椅子に近いようなその椅子がね、そのチラシに載ってるっていうことで、行ってみたわけですよ。そしたらそこで腰上椅子に近いんだけど、座る部分がちょっとパイプがそのまんま腰に、お尻に当たるような感じで、ちょっとこれちゃうやろっていうのがあって、で、あともう一つね、極上座椅子っていうのが、その何だっけ、ちょっとね、名前、そう、極上ソファ座椅子工事っていうのがあるんですよ。で、それね、すげえこう気になっていたんで、まあちょっと結論から申し上げると、多分僕これに、この座椅子になるんじゃないかなっていう感じ。だから、この一つ前の、動画で、隅田の由美さんのところに行って、木製のテーブルと椅子で、テーブルは、新居に持って、由美さん持ってっから、テーブルをって話があったかもしれないけど、よくよく考えてみたら、木製のテーブルってかなりちょっと重かったりするんですよ。だから、この上にね、持ち上げたりするときっていうのは結構ね、やぶさかではないっていうか、ちょっと大変そうだというところもあって、だから、まあ、固定で置いておくとはいえ、掃除だとか僕もまめにやってるから、その、掃除もしやすくて、こう動かしやすいものがいいかなみたいな、でそこでっていう話
で、もうちょっとだけその材質のね、ことにちょっと突っ込んでいくと、今日帰ってから、YouTube の関連動画で、その材質生活のところで、スーパーハイバック材質っていうのがまた出てきていて、これ一体何かって言ったら、だいたい身長180センチ以上ぐらいな人でも、こう、座ると、この首の部分までカバーできますよ。つまり、こう、なんていうのか、横にこう寝たりした時に、ちゃんと首がしっかり押さえられるから、なんていうの、ハンモックじゃなくて、なんていうんだっけ。なんかちょっとそういう椅子あるじゃないですか。こう、寝れるような椅子。うん、でそういうのに近いですよっていうのがあって、あ、これも一瞬いいかなとも思ったんだけど、まあ結構重さが重いからってことは、掃除するときにずらすとすると結構それでまた大変だよねっていうのがあったり、でそもそも、この一個前の動画でも僕は言ってると思うんだけど、そのハワイのタイムシェアで、感じてきた、そのなんていうのかな、こう安心感、安全感というか、なんていうのかな、こう至福な感じっていうものを、この部屋の中で、再現というかね、うん、まあ、表現しようとすると、なんかそのものの材質っぽいのよりも、ちょっとソファーっぽい材質っていうのが、やっぱりこうイメージとしては、自分の中ではあるんですよ。で、そうしたら今日行ったところに、ね、その腰上椅子に近いようなものが、さっきお尻がちょっと痛かったと、パイプの部分が当たってっていう話したと思いますけど、それにね、また近いものが、あったわけ。だからちょっとね、座ってみたんですよ。そしたらやっぱりね、ふっかふかで、で、結局、なんていうのかな、頭とか首だとか肩の部分はね、別にこうなれる必要もなくて、普通に座った時の安心感っていうのがあればいいし、で、まあ、そうなると、なんか近くにこうテーブルとかが必要になりがちなんだけど、そのテーブルはあるもので、僕はちょっと代替して、使っているから、もうそこは全然いいので、まあ、それと、やっぱり、なんとか、高さがある椅子って、やっぱりもう一回こう、僕落ちたりすると、ね、そういうちょっと恐怖心というか、今はちょっとまだね、しっかりとまだ骨が、くっついてない鎖骨も肋骨持ってるところがあるから、なるべく低いんだけど、で、ちなみに、なんだっけ、さっき言った、材質生活さんの、腰上椅子の、なんだっけ、身長が高い人でも OK っていう、スーパーハイバック材質っていうの、で言ったら、下からね、15センチぐらいなんですって。うん。で、僕が、今、こう狙ってるというか、こっちがいいんじゃないかなって思ってるのは、極上ソファー材質工事っていうのね、それ30センチぐらいだから、ちょっとね、こう、やっぱり、椅子の生活がすごく僕も長くね、生活してきているので、ある程度ちょっとあった方がいいかなって。で、そうすると、こっから上の部分は、首から肩から上の部分は別に、なんかちょっとこう、なんとか、こう、姿勢が悪いかもしれないけど、そんな感じでやると、ちょっとね、自分でね、腰を前の方にしたりすると、ここでちょっとはこう置けたりすればいいかなぐらいな感じで、で普通普段の時は別にそこにやっぱり座ってね、スマホ見たりしているでしょうからっていうところもあったりして、うん、だからそこら辺を考えるとっていうところでの話、ちょっとね材質の話長くなっちゃいましたね。で85歳のおばあちゃんから、おばあちゃんというか女性からナンパされた話のに戻ります。で、なんだ、その腰上椅子に近いやつと、そしてコージーっていう椅子に近いやつを実際にそのホームセンターで、座ってみて、ああなるほどこんな感じなんだっていうのを、やっぱりね、座ってみないとね、椅子ってね分かんないから、なんかアマゾンで良さそうだなと思って、でも実物が届いたら全く違うなんていうことがあるから、やっぱりね、ちょっと僕みたいにこう近くても近いものでもいいから、ちょっと展示品に座れたり、ちょっとちゃんと自分が事前にやっぱり体験しておくことがすごく重要だなとは思ったんですけど、でもう、あ、なるほどこういうことだったんだ、来てよかったと思って、意気揚々と帰っていったら、向こうの方から、あれ、なんか見たことがある人がこっちに来るな。でもその方マスクしてるんですよ。で僕はマスクしてないもんだから、向こうは僕のことはすぐわかるわけで、で、あれあれっていうふうに思っていたら、あらーさっきのっていうことで、立ち話が始まるっていう話なんです。
はい、で、あれって思っていたら、あーっていうことで、うわー、あの珍しいわよね、1日2回も。それもだからさっき あったのが昼過ぎの2時ぐらいって言ったでしょ。で次にあったのが、夕方の多分4時半とか、まだ5時にはなっていないぐらいの時間なんですよ。だからお互いに85歳の方はそのリサイクルホニャララっていうところでそういう時間を過ごし、僕はそのホームセンターでその材質体験っていうのをして、それでそのタイミングが帰り際、2人とも会っちゃったっていうことじゃないですか。でいろいろ話をなんかやっぱりこうね、せっかくだからっていうことで立ち話したんですけど、そしたら結局そのなんていうの、お家は結構近くにあると、その2駅先の近くにあるというところでということと、あと今回そのリサイクルのホニャララに行ったらお友達たちにあれもこれも持ってけって言われて、でかなりなものをこうなんか段ボールとかも抱えていましたよね、うん、っていうのがあったりで、その方は私85歳でどうのこうのって言うけど全く85歳には見えません、見た目で言ったら多分ね、70代前半と言っても全然おかしくないぐらいな感じのすごく上品な、元気な方です。で僕自身も55歳だって話したら、55歳なのじゃあ私たち30歳差なのねみたいな感じでなぜか盛り上がり、そしてなんか旦那さんが、大学の教授で海外結構いろんなところも行かれていたらしいんだけれども、いろんなほら大学でこう教えるっていうことの、なんとか教授とかっていうことで、で最後は独協大学っていうところで、その教えると仕事は終わりで94歳で、もうお亡くなりになってるっていう、でそれが何年前なのかなんて話はしてないので分かんないんですけど、まあ、だからそういう感じで、結構いろんなね感じでことを経験されて、だからそのやっぱり上品さっていうのはやっぱり85歳55歳分かんないけどその年齢では、分からないそういうものがありますよねっていうこと で、あなた何なさってる方なのっていうことで、まあ僕は簡単に説明したところ、そして例えばその今僕がここに、ね、固定バンドを骨折してやってるって話をしたらちょっと体をねお風呂も入れてないからちょっと拭いてもらったり、この間したんですよみたいな話とか、あと、そういう話の中で、だって僕に奥さんがいると勘違いっていうかそう思われたんですよね。そしたらじゃあその方にやってもらえばいいのに、パートナーみたいな感じで、一緒に過ごしてきた人は いるんですけど、それは住みだのね、ことなんだけど、でもまあそういうことがあっていろいろあって、そして今回一人暮らしをすることになったんですなんつったら、ああそうなのねなんていう話をして、うん、で簡単なそういう感じだったので、もうねまた会えたら、きっとどっかで会いますよなんてね、茶を濁そうとしたらですね、その方ね、いやだってまた今度どこで会えるか分かんないじゃないっていうのよ、だからちょっと連絡先教えてって言われてましてね、それで名前と、僕は電話番号を教えました。そして、SNS やってますかみたいなことをとりあえず聞いてみたら全くやってないと、それは80歳でやってるわけないんですよね、やってる人がいるかもしれないけど、で僕もちょっとねこれこの後ろにこういろいろ書いてあるそのね、山崎明子さんというね85歳のもう名前言っちゃいましたけど、でこれ山崎明子さんって言ってもそのなんていうのかな、漢字がちょっとね普通に明子とは読めないような漢字の、あれなんでっていうこともあって、だからまあそれとねその時にお伝えするの忘れちゃったんですけど、僕ね携帯電話をね格安 SIM にこの間変えたばっかりなんですよ。LINE もからなんだっけドコモのイルモに変えたのかな、まあ、それでかなりのちょっとポイントを稼ぐことができて、まあ、それで、いいお買い物が洗濯機だとか冷蔵庫できたんですよって話はどっかでちらっと話したと思うんですけど、で無料通話分が今回ついてない感じで半年間過ごさなければいけないんですよ。ちなみに格安 SIM の、乗り換えって半年ごとに乗り換えていくとまた大体ね、2万円ぐらいのポイントがついたりするから、このなんていうのかなやり方っていうのはちょっと教えてもらいました。ので教えてもらいました。
で、まあね、僕からちょっとかけるっていうのは、なかなかちょっとね、その、無料通話分っていうのもないから難しいっていうのもあるけど、まあそのね、山崎さんから、また何かあったら電話かかってくんじゃないかなって、でその時にまたね、まあ一応ほら、お互い歩いて、どっかで落ち合ってっていうことはできるし、で、一応僕、なんかね、興味持たれたのが、僕、料理趣味なんで、今から帰って料理するんですよ、なんていう話をしたら、あ、そうなのって、なんかね、そこでね、目をね、なんか、輝かせていたんですよね。だから、もしかしたら、その山崎さん家に行って、なんか僕が作ることになるかもしれないし、まあ、まとめますと、まあ、とってもなんかね、偶然なんだけど、すごくいい、出会いができたのかななんて。でまさかね、自分より30歳も上な人からこうね、そうやってこうお話聞ける。でやっぱりね、なんかやり取りがとってもなんつうかな、上品ってさっき申し上げたけど、すごい気持ちがいい感じなんですよ。でやっぱりそういう方でしょうし、その旦那さんのことのお話も、お孫さんだとか娘さんの話っていうのは、娘さんの話ちらっとしてたけど、ごめんなさい、もうちょっと忘れちゃったかな。うん、だからそう、すごくいい人間関係の中でこうやってきたんでしょうね。で、まあ、僕のこう話をした時に、僕もね、まあ、ちょっといろいろありましてっつったら、あなたの顔見たらわかるわよ、いろいろあることな、いろいろあったんでしょって言われて、顔見てわかんのかよなんてちょっと思ったんですけど、まあね、まあそうやっていろいろありますよねっていうことだったりして、うん、だから、まあ今日がもう9月の27日ってことで、まああと、来月10月11月12月と3ヶ月、今年もう3ヶ月ですけど、まあどん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 ね、いろいろね変わっていきますよね。であとさっきフェイスブックをちらっと見たら、あと5ヶ月以内にトラさんが、伝媒をひっくり返すぞみたいな、なんかメッセージも言われていたみたいなこともあるようだし、で、まあ、10月の、2日か3日には、確か、第2回目の、ジャニーのね、会見があるだとか、まあ、日本でも海外でも、まあ、いろんなことがあったりするわけじゃないですか、ということがあって。だから、どん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 そうやって、今、切り替わるっていうか、変革している中で、まあ、僕自身も、なんか、たまたま、そうやって、なんか見に行こうかなって、近くのホームセンターに行こうと思ったら、で、道を聞かれて、場所を教えました。そして、また2回目偶然出会って、そして、なんか、こう、連絡先の交換しました。で、しかもそれが、85歳の女性と55歳のこのおっさんがっていう話って、なんかちょっと面白いと思いませんかっていう話なんですよね。うん。まあ、これがどんな風になっていくかっていうところもそうだし、でも考えてみれば、例えばハワイの、ロビンが、ユミさんのところにほら絵が飾ってあるけど、あれもたまたま偶然、なんだっけ、コーリナのところで、出会ったっていうこともそうだし、海外行くとたまたま偶然出会った、だからあれよ、バリ島で言ったら、ボビーさん、もう全然ね、連絡取ってないけど、だとかっていうところもあったり、なんか、まだまだもう思い出そうと思ったらいっぱいあるけどね、まあ、これぐらいにしておきますけど、そうやって偶然たまたま出会った人とどうのこうのになっていくってことが、やっぱり結構ね、人生では大きな面白み、醍醐味みたいな感じになっていくような気もすごくしているので、またこのご縁もね、何かに実っていったら面白いし、実らなくてもまあね、交尾を垂れる、稲穂かなでも全然いいでしょうしっていう、そういうお話でございました。お後がよろしいようで。はい、ということで、また、お話します。今回は85歳の、女性にナンパされたという話でございました。じゃあ。